佐藤ちゃん、夏美、な、佐藤ちゃん、どうし、よかった、よかったよ。ごめん、千里ちゃん。心配かけちゃって、ごめんね。私こそ、ごめん。もっと強く。夏美を止めなきゃいけなかったんだ。役立たずでごめん。ごめんね。そんな、千里ちゃんのせいじゃないよ。だからもう、泣かないで。ね。千里ちゃん、ここは佐伯病院の病室だよ。突然だったから、こんな部屋しかなくて。今、6時だよ。あ、安心して。夏美のお母さんには、私の家で勉強会やって、そのまま泊まるって伝えてあるから。ごめんね。何から何まで。いいんだよ。夏美は気にしなくて。私には、これくらいしかできないんだからさ。そんなこと、ない。やっぱり。
夢じゃなかったんだね。山瀬さんはさ、もともと在機病院の市長さんまで勤めていた優秀な看護師さんでね、あの介護福祉センターの設立を最初に提案した一人だったんだよ。山瀬さんは息子さんを責めなかったよ。むしろその時の症状についてどうしてちゃんと教えておかなかったんだって後悔し続けてね。それで医療知識のない一般の人ではお年寄りの世話に対してどうしても不十分な対応を取ってしまいがちです。また介護とは看護と同じく労務が重く、ご家族に対する負担も大きくなるでしょう。ですから、治療を目的とした病院とは違う、お年寄りの方々が通常生活を送る能力を身につけるための施設が、これからは必要になってくると私は考えます。そう言って、介護福祉センターの設立を私のお父さんに提案して、お年寄りの世話と、リハビリを行える施設を立ち上げたんだ。そして介護士って仕事を医療の人たちにも認知してもらって、介護の重要性をいろんな人に理解してもらうために毎日頑張っていたのに。こんなひどい形で死ぬような人じゃなかったんだ。もっともっとたくさんの人のために働いて頑張って、いろんな人に認められて幸せになる資格があった。それをおかしな野郎がめちゃめちゃに踏みにじっていきやがって。畜生畜生。千里ちゃん、おまけに最後は自分で喉を引っかいて死んだ？ふざけんな！死にたきゃ一人で首くくれ！あんなに毎日頑張ってた山瀬さんを殺して、おまけに夏美まで巻き込んで、南沢の野郎が！たりだかなんだか知らないけど、周りの人間まで巻き込む権利があいつらにあるってのか！Thank you.
誰ですか？垣内署の美奈です。今よろしいでしょうか？お入りください。失礼します。夏美さんの具合はいかがですか？いいわけないでしょう。起きた直後にすみません。少しだけお時間いただけますか？君吉夏美さん。あんたね、夏美がさっきどういう思いをしたのか分かってんのか？理解はしています。ただこれも仕事なのでご協力をお願いします。冗談じゃない。とっとと帰って。千里ちゃん、できれば二人だけでもいいですか？夏美、そんなこと。ええ、私もその方が助かります。夏美さんのお体の負担にならないように努めますので、よろしいでしょうか？千里ちゃん、大丈夫だから。大丈夫？平気です。多分。いろいろと、あなたには聞きたいことがあるんだけど、辛くなったらすぐにやめるから遠慮なく言ってね。あ、座ってもいい？どうぞ。ごめんなさい。あなたには乱暴な真似をしてしまったわね。首は平気？ええ。あのまま叫び続けていたら、あなたの喉が潰れそうだったから。それに、周囲に混乱が広がるのを止めるために手荒なことをしてしまいました。やりすぎは認めます。いえ、さっきの子、佐伯さんには随分と責められたわ。万一のことがあったらどうする気だ。責任なんて言葉で片付けるなってね。まさに正論だから、抗弁のしようもなかったけど。そんなことは。でも私、
よく覚えていないんです。センターの前にパトカーがたくさん止まってて、そこにいた刑事さんに話しかけたところまでは思い出せるんですけど、そこから先は、なんだかぼんやりしていて。精神的ショックからの一時的な混乱があるのかもね。でも、無理に思い出す必要はないから、今できる範囲で大丈夫よ。はい。でも、あの、山瀬さんは、本当に、亡くなったんですか？ええ。警察が駆けつけた時にはもう心停止状態だったわ。鑑識の話だと後頭部を激しく殴打されてほぼ即死でした。そうですか。苦しまずに絶命したからまだ良かったなんて聖者のざれ言ね。犯罪を未然に止められなかったのは私たち、いえこの場合は私一人のミスです。謝って済まされるものじゃないけど、言葉にだけはさせてください。ごめんなさい。正直私は甘く見ていた。畠山氏は温厚な人柄だって聞いていたから、まさか強行はないって勝手に思って、もう少し監視を強くしていたらこんなことには。畠山のおじいちゃんはどうなりましたか？それを聞いてどうするの？別に何もないです。でも刑事さん、この後私に尋問するんですよね。だったら刑事さんもご存知のことを教えてください。私もう関係者ですから。約束できる？辛い話になるけど、それでもいいの？はい。畠山一馬容疑者は朝の11時前後に介護士控室に侵入。そこで通話中だった被害者の山瀬和子に対し、部屋に備え付けの消火器を振り上げて後頭部を殴打し殺害。鑑識の話だと直接の死因は後頭部への殴打による頭蓋骨陥没と頸椎損傷。
平気？やっぱりやめましょうか。いえ、大丈夫です。続けてください。それから容疑者は洗い場の食器棚から文化包丁を入手して、しばらく滞在の後センター内の自室に逃走。そして12時37分その室内にて自傷行為に至る。すぐに通報を受けて急行した警官隊が突入、確保して救急医を呼ぶが、出血がひどく13時51分に死亡を確認。以上です。君吉さん。あ、すみません。自傷行為と今、刑事さんは言いましたけど、それも包丁ですか？いいえ。文化包丁は自室に戻ってすぐ、窓から投げ捨てられたわ。凶器は、爪よ。爪？そう。こう、喉に指を突き立てて、力を込めて何度も引っかいたの。皮膚とその下の肉が裂けるくらいにね。それもそうね。ただ容疑者が精神的に錯乱していたのは目撃証言から考えても事実のようだし、実際に私が以前会った時にもお社様崇拝に妄執するなど異常行為が見られた。だから非論理的な根拠によってそれを説明することは困難だと判断しました。でも、これでいいかしら。それじゃあ私からの質問。今言ったお社様についてよ。お社様？そう、稲見沢村に古くから伝わる守り神のこと。つい先日の大災害の時もお社様のたたりだってお年寄りたちが騒いでいたみたいだけど、
あれってどういうこと？その前に、約束してください。何を？私は知っていること、ここで全部話します。だから、これ以上は聞いても調べても、何も出てきません。それに多分、他のひなみざわ出身の人に尋ねても、今話す以上のことは、出てこないと思います。それで？だから、今後私と、私の周囲の人たちに対して、ひなみざわについて聞き込みをするのはやめてください。もう、これを最後にしてもらいたいんです。わかった。約束します。あなたと、ひなみざわの話をするのは、これが最初で最後。これでいい？すみません。じゃあ、話します。お社様について、でしたよね。うちのおばあちゃんは、ひなみざわの人間が村を捨てて出て行ったことが、ひなみざわ合災害、つまり、お社様のたたりの原因なんだって言っています。お社様は、村人が村の外へ出ることを許さない。それを破って出て行く者は、必ずたたられて、不幸が訪れる、その結果、だそうです。村を捨てて外に出ていくとは、単なる移転とか引っ越しでも？それ以外にも、旅行も少し前まではダメだったと聞きました。だから無断で出て行った人には、お社様が必ず後ろについて回って、足音が聞こえてくるようになるって。私が聞いたわけじゃないけど、その人が道を歩いていると、その足音が必ず一つ増えて聞こえるそうです。奇妙な神様もいたものね。そこまで恐れるほどのたたりが本当に存在するの？私は、正直、あまり信じていません。それにおそらく若い子の大半は、私と同じだと思います。でも、お年寄りの人たちは、綿流しのたたりが起こって以来、お社様への信仰と畏怖をものすごく強めていきました。綿流しのたたりが起こってから？それじゃあ次の質問。その、綿流しのたたりと言われている毎年の犠牲者のこと、よくご存知ですね。でも私は沖ノ宮にいたから、詳しくは。構わないわ、お願い。4年前のひなみざわダム建設反対運動の時です。私の親戚のおじいちゃんが村長で、その指揮を取っていたんですが、工事現場の監督さんが綿流しの日の晩に殺されました。犯人は現場の作業員さんたちだったそうです。その事件はこっちの新聞でも掲載されたわ。犯人グループは死体をバラバラにして、
それぞれが隠匿した。ただ結局は一人を除いて逮捕、残るリーダー格は逃亡して現在も行方不明だそうだけど。あの事件は雛見沢の人たちが反対するダム建設の関係者が殺されたので、半分冗談みたいにたたりだと言われていました。だからその時は誰もお社様に対しての怖さというか信心の気持ちはなかったと思います。状況が変わったのはその次の年からです。ダム建設賛成派の指導的立場で国からそのためのいろんなリベートを受け取っていると噂されていた北条家の夫妻が綿流しの日に亡くなったんです。崖からの転落事故でした。すごく不謹慎な言い方になりますが、村の大半がザマーミロの気分でした。私も北条家のご主人あまり好きじゃなかったし、そしてそれを契機にして日和見だった人たちが建設反対派に迎合、村を二分した対立はそこで終結しました。そして翌年、今度はダム建設反対派の中でも穏健の姿勢を取り続けていた古出家の当主夫妻が亡くなりました。ご主人は病死、奥さんは受水自殺と聞いています。そしてこの時に村のみんながお社様のたたりを恐れるようになったと思います。どうして？穏健派ということは運動の象徴であるお社様を真剣に敬っていないということ。そのせいで罰が当たったのだとしたら、新人の深くない人は皆お社様のたたりの対象になるってことですから。だから村人のほとんどが自分に火の粉が降りかからないように信仰を厚く行って、そのお祭りである綿流しを真剣に大規模に行うようになりました。私のおばあちゃんも。おばあちゃん？あ、いえ。そして去年、綿流しに参加しなかった北条家の主婦が殺されました。同時にその息子さんも行方不明になっています。そして今年は、旅行中のカメラマンが殺されて、彼と仲の良かった村の診療所の看護師が山中にて焼き殺されたでしょ。
実はね、今年の事件については沖宮署の刑事さんから話を聞いていたの。そしてその看護師さんが山中で発見された現場に立ち会っていたのは私。そういうことなの。じゃあ渡流氏の殺人事件についても？その人から少しは。でもおかげでいくつか貴重な情報を聞くことができたわ。ありがとう。助かりました。ずいぶん時間をもらってしまったわね。体の方は大丈夫？あ、はい、平気です。ご協力感謝します。それと私が言えた義理じゃないけど、お大事にね。あの、本当にこれでもう最後にしてください。お願いします。わかっています。私はこれでも嘘が嫌いなの。約束を破るのもね。あと、私がひなみざわの御三家出身だってこともみんなには黙っていてもらえませんか？ん？わかりました。確かに昨今、ひなみざわに対して異常な偏見が広がっているしね。約束します。さっきの佐伯さんにも余計なことは言いませんから。ありがとうございます。それじゃあ、帰り際に佐伯さんに声をかけておくわね。今日はゆっくり休んで。そうだ。